武器輸出三原則。武器輸出三原則とは、かつて、日本国政府がとっていた、武器輸出規制及び運用面の原則のことである。武器輸出禁止三原則と呼ばれることもある。政府答弁などで明らかにされていたものの、直接法律で規定されたものではなく、政令運用基準に留まっていた。また、武器の定義等を含めて議論があった。2014年。 平成26年4月1日に武器輸出3原則に代わる新たな政府方針として防衛装備移転3原則が閣議決定された。武器輸出3原則は共産権と国際連合決議による武器禁輸措置を取られた国及び紛争地域への武器輸出を禁止したものであり他の地域への武器輸出は慎むとされ、 武器輸出そのものを禁止していたわけではない。しかし、日本は、他の地域への武器輸出は、慎むようになってからは、原則として武器及び武器製造技術、武器への転用可能な物品の輸出が禁じられていた。武器輸出三原則の内容そのものを、直接的に規定した法律は設けられなかった。ただし、外国為替及び外国貿易法と、輸出貿易管理令によって、 輸出の許可を司り、輸出貿易管理令別表第一が、輸出許可品目名を規定しており、この規制対象品目は、各不拡散条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約や、ワッセナーアレンジメント、全身の対共三権輸出統制委員における、規制対象とリンクしており、対象となる品目は、適時追加され、武器の不正輸出における罰則は外貯め法に、 設けられた3から5年以下の懲役と過料。また、輸出貿易管理令では、武器製造関連設備も対象項目となっている。ただし、当初は外為法の不備があったため、非公転訴訟が発生し、外替法改正が行われた。日本国政府は、1967年の佐藤英作内閣総理大臣の答弁で、共産権諸国。 紛争当事国などへの輸出禁止確認に始まり、とりわけ1976年の三木、武雄総理大臣の答弁を歴代内閣が、検事してきた。三木答弁では、武器輸出を慎むと表現し、武器輸出の禁止、または、一切しないという表現ではなかった。またこの、慎むという表現には、国際紛争を助長させない場合は、慎む必要がないということも含意されていた。 しかし後に、田中六助通産大臣、当時は原則としてダメだということと答弁した。1983年の台米武器技術供与についての内閣、官房長官談話以降、アメリカ合衆国への武器技術供与は例外とされ、武器輸出が認められていた。また、ミサイル防衛システム構築のための武器輸出もアメリカ合衆国に限定して認められていた。 このアメリカ例外規定については、アメリカ合衆国が紛争当事国であっても、例外規定は論理的には適用された。このほか、アメリカ限定ではない例外規定として、テロ、海賊対策の場合は、例外とされた。1962年3月16日の衆議院、商工委員会で、通商産業省、当時通商局長が、 共産権への武器輸出については、ココムの制度に基づいて、輸出の可否を判断していると答弁し、1965年5月7日に、参議院決算委員会で、外務省アジア局外務審議官が、直接戦争に関係のある武器や軍事物資は、輸出承認していないと答弁していた。また、 1965年8月5日に衆議院科学技術振興対策特別委員会で通産省重工業局次長が通産省の武器輸出の方針は第一はココムの制限に従う第二は国連決議に基づく武器輸出禁止国には輸出ができない第三は国際紛争助長の恐れがある国に対する輸出については認めないと答弁していた 輸出貿易管理令における事実上の武器輸出禁止規定については1967年昭和42年4月21日に行われた佐藤栄作首相の衆議院決算委員会における答弁により以下のような国、地域の場合は武器の輸出を認めないこととした。これが協議の武器輸出三原則とされる。なお佐藤栄作首相は 武器輸出を目的には製造しないが、輸出貿易管理令の運用上差し支えない、範囲においては輸出することができると答弁しており、武器輸出を禁止したものではなかった。1976年、昭和51年2月27日に行われた、三木武雄首相の衆議院予算委員会における答弁により、佐藤首相の三原則に、いくつかの項目が加えられた。 政府は1967年の武器輸出3原則とこの武器輸出に関する政府統一見解を合わせ武器輸出3原則等と呼称された。武器輸出3原則における武器は次のように定義した。1981年1月、通産省の承認を得ずに反製品の加法方針を韓国に輸出していた掘った鋼事件が起きたため、 同千九百八十一年三月に政府は武器輸出について厳正かつ慎重な態度を持つて対処するとともに制度上の改善を含め実行ある措置を講ずべきであるとする武器輸出問題等に関する決議が議会で可決した。千九百八十三年昭和五十八年一月十四日に発せられた中曽根内閣の後藤田正春官房長官による 台米武器技術供与についての内閣官房長官談話では日米安全保障条約の観点からアメリカ軍向けの武器技供与を緩和することを武器輸出3原則の例外とされた同1983年11月8日には台米武器技術供与を日米相互防衛援助協定の関連規定の下で 行ううという基本的枠組みを定めた日本国とアメリカ合衆国との間の相互援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器技術の供与に関する交換公文が締結された。1984年11月には日米両国政府の協議機関として武器技術共同委員会が発足し、翌1985年12月27日に 対米武器技術供与を実施する他の最目取決めが締結された。ただ、日本からの技術供与が行われているアメリカは湾岸戦争やイラク戦争などで国際紛争の当事国となっていることから3、原則は有名無実化しているとの指摘もあった。一方、アメリカは個々に交換公文を交わし協議を行うことを煩雑であるとみなしていた。2005年、 平成17年には小泉内閣の官房長官談話としてアメリカとの弾道ミサイル防衛システムの共同開発、生産は三原則の対象外とすることが発表された。2007年10月18日に発足した総合取得改革推進プロジェクトチームは効果的、効率的な研究開発に資する国際協力を推進するため、 各国との技術交流をより活性化するとともに、国際共同研究、開発にかかる背景や利点、問題点などについて一層の検討を深める必要があるとし、日本経済団体連合会も賛成の意を表した提言を発表した。アメリカとの技術協力以外にも、例外的にインドネシアに武器輸出を認めた例がある。ただし、これは、巡視艇であり、 防弾ガラスなどの装備により武器に分類されていたもので、機関銃などの通常の意味での武器は装備していなかった。2006年6月にマラッカ海峡の海賊対策に手を焼いているインドネシアのユドヨの大統領の依頼を受けた日本政府は閣議決定を行い、2007年にインドネシア国家警察本部に小型巡視点が ODA をいて、無償供与された。 引き渡されたのは27メートル型巡視艇3隻で、最大速度は30ノット、建造総額は19億円。海上保安庁の同クラスの艦船を製造している、隅田川造船で建造され、それぞれ、KP、はやぶさ、KP、ニーズマズ、KP、タカと命名され、インドネシアまで輸送された。インドネシア政府とは転売及び軍事利用の禁止を確認している。 2013年12月23日、第2次安倍内閣において陸上自衛隊のの弾薬が南スーダンで PKO 活動中の韓国軍へ無症状とされた。スイスのジュネーブ高等国際問題研究所によると、日本は領銃、弾薬など民間向けの小型武器をアメリカ、ベルギー、フランスに輸出しており、その規模は世界第9位となっている。 2012年度の調査でも、日本は、アメリカ、ロシア、ドイツなどと共に、トップ12カ国の一つに含まれており、輸出額の合計は2億4900万ドルになる。武器輸出3原則は個別の例外規定によって、緩和が図られてきた。しかし、個々に例外化する方法では、臨機応変な対応ができず、国際共同開発参加への障害とみなす見解も、出され、 個別の例外規定を増やすのではなく、三原則を根本から見直しすことが必要という指摘もあった。日本国内の防衛産業については、日本は自衛隊装備の大半を国内開発あるいは、ライセンス生産品で賄う方針を取っているが、アメリカを除いて国際共同開発を行っておらず、生産数が限られていた。そのため、2000年代にはアメリカに限定されない、 国際共同開発や生産環境の整備が提言された。世界には軍需産業を持つ国にアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、韓国、中国、イスラエル、カナダなどがあるが、日本の防衛、軍需産業は三原則によって世界の兵器開発の流れから起離されており、全面的な輸出禁止ではなく国益に沿った 輸出管理等のあり方を再検討すべきことも提言された。読売新聞は今後の兵器開発において国際共同開発が主流となるとし、日本にとってアメリカ、オーストラリア、ナトー加盟国との協力関係強化が課題となったとしている。3原則により日本の兵器生産企業は輸出が行えず結果的に生産数が少なくなる。 このために調達価格が高くなる傾向がある。冷戦後に防衛予算は減少される中で調達数も削減されている。そのため中小企業の中には生産体制を維持できなくなり撤退するものも現れていた。そのため企業の撤退による技術、生産基盤の創出によって防衛に支障をきたすことが問題視されていた。このような日本の現状について ウォールストリート・ジャーナルは、自国防衛企業の利益粉砕する日本政府と報道した。自衛隊の装備品については、当然ながら危険な地域で使用されることを前提に作られている。土木作業などに使われる銃器なども、ボートや敵の残存兵に襲われた時に対処できる、要防衛用の銃などを取り付けるための銃座が備え付けられている。このため自衛隊の装備品は、 ほとんどが法令上武器の扱いとなり輸出規制に該当してしまうため国外に販売して生産数を伸ばすことができない。絶対的な生産数の少なさはそれ自体が装備の信頼性の低さに直結する。このため国策により防衛産業を保護しなくてはならなくなるが過度の保護がかえって装備の改善をしなくなるという悪循環に陥っているという指摘もあった。 2010年1月12日、鳩山内閣の北沢敏市防衛大臣が東京都内で行われた軍需企業の大多数が参加する日本防衛装備工業会主催の会合でそろそろ基本的な考え方を見直すこともあってしかるべきが思う。2010年末に取りまとめられる防衛計画の対抗新防衛大綱において武器輸出3原則の改定を検討すると発言し、 見直しの内容としては、日本でライセンス生産した米国製装備品の部品米国への輸出や、途上国向けに武器を売却を挙げた。2010年2月18日、鳩山幸男首相が主催する新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会の初会合が首相官邸で行われ、鳩山首相が冒頭の挨拶で、 防衛体制の見直しには継続と変化の両方が必要だ。タブーのない議論をしてほしいと述べた。北沢防衛省は今段階で装備産業の基盤整備をどう図るか議論してほしいとお願いしたと述べ、武器輸出3原則の見直しを議題とするよう公式に求めたことを明らかにした。武器輸出3原則の見直しは新防衛大綱に反映されるとされ、 鳩山幸男首相の公認である、菅直人首相も一旦は了承したのの、国会での連携を目指す社民党の反発が障害となり、新防衛対抗への盛り込みについては先送りされた。2010年5月19日、日豪物品液務相互提供協定に基づく、物品液務の相互提供が約束された。武器輸出3原則の見直しは菅内閣で頓挫したが、 菅首相の公認の野田義彦首相は就任当初から武器輸出3原則の緩和に意欲を見せ、国際共同開発、共同生産への参加と人道目的での装備品供与を禁するとして2011年、平成23年12月27日に野田内閣は藤村治官房長官による談話を発表した。内容は以下の通り。2> 第2次。 安倍内閣において安倍晋三首相は三原則の撤廃を含めた根本的な見直しに着手。2013年9月28日に小野寺り防衛大臣は最先端の兵器は国際開発が主流であり、日本はその流れから取り残されているとして武器輸出三原則を抜本的に見直す考えを示した。2014年3月。 武器輸出3原則に代わる防衛装備移転3原則の原案が与党のプロジェクトチームに示され同年4月1日に武器輸出3原則に代わる防衛装備移転3原則が閣議決定された武器輸出3原則に代わる防衛装備移転3原則の決定についてアメリカのハーフ副報道官は会見で歓迎を表明した 民生用の観測ロケットであるカッパロケットは1960年代に本体と関連機材がユーゴスラビアに輸出され、ユーゴスラビアが独自開発していた地対空ミサイル R-25 ブルカンの技術として軍事転用された。また1965年にはインドネシアへ伊藤中商寺によって輸出されたことで軍事転用を懸念したマレーシアが日本に抗議し、 1967年に佐藤栄作により3原則定義が表明された。1987年には東芝機械がソビエト連邦へ不正に輸出した工作機械が技術向上につながったとして東芝機械こ務違反事件として問題となった。オリンピック航空が購入した YS-11 がギリシャ空軍に売却された例がある。 2000年代には、川崎重工とメッサーシュミットベルコをブローム、後にエアバスグループに買収されユーロコプターと統合が共同開発した BK117 は、武器輸出3原則を考慮して、軍隊向けには、救難、救命用を除き販売を控えてきた。しかし派生型である、ユーロコプター EC145 の軍用版である UH-72 ラコタが2006年から、 アメリカ陸軍で運用されているが、BK117 で、川崎重工が担当した、トランスミッションなどは、原型機と同じで、日本製であるものの、特に問題視されなかった。この他にも、正規軍、民間軍事会社、ゲリラ問わず、日本製のピックアップトラックが、テクニカルやパトロールカーとして利用されている。特に交戦する双方が、 トヨタのピックアップトラックを活用したチャド内戦は、トヨタ戦争と呼ばれた。第二次世界大戦前の日本は、艦艇、トンブリ級解防戦艦、冥海、アラブ級駆逐艦、マッチャール級潜水艦、戦車、95式軽戦車、重砲、アリサカ銃、38式不標銃、14年式拳銃、軽迫撃砲、41式散砲などの武器を輸出している。 また、陸軍の主導で武器輸出を行う昭和通商という会社が設立された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。